時に敗れると。やめろアケル、今のお前を見てみろ。力のために火の巨人の誇りを捨て、子孫たちをあんな醜い姿に変えて、己すらも化け物になってしまった。一人の巨人の力を二つの魂に分けた。我々は弱すぎた。それに我々は不完全で心を持たない。俺たちの使命はあくまで秩序を守ることだ。秩序を壊す者に罰は与えろ。可能性があるからと勝手に亡き者にはできない。お前、使命、責任、もう聞き飽きた。我ら一族は創造されて以来、秩序を守ることを自らの存在意義として命を捧げてきたのだ。人間が消え、庭園を破壊する輩がいなくなってこそ、庭園の秩序は永遠に守られる。これまでの無意味な犠牲に終止符を打つことができるのだ。それこそが我が使命だ。無謀で自分勝手に動く今のお前の姿はまるで人間そのものだ。神はそんなこと望んでいない。神の望みを知ったような口を聞くのはやめろ。お前の心がそう言うのか、それとも心があるから俺より強いのか。誰だって間違いを犯す。皆殺しで問題を解決しようとすれば、間違いを犯した全ての根源を破壊することになるだろう。そうなれば庭園は緩やかに死に向かうしかない。だから人間と一緒に我々に立ち向かったのか。しかしお前の言葉は俺にはもう。アヌス、もし我々が最初から心を持っていたならば、何かが変わっていたかもな。